大阪府吹田市にあるマンションの一室、その押し入れを覗いてみると、あ、これか。それです。はー、ご自分では、はい、このスペースはなんて呼ぶんですか。押し入れ農園です。押し入れ農園でいいですね、はい。今回の変人類は自宅で野菜や魚を育てる女性。しかしこれは単なる自給自足ではない、未来の食を見据えた哲学があった。全部お金で買える社会っていうものに対するこう疑問があって、そっちより野菜そのものの方が普遍的な価値があるんじゃないかということに気がついて、人類を進化させるかもしれない変人類、彼らが照らす明るい未来を予測する。それが普通のマンションですよね。ここで自給自足をしている人がいるということなんですけど、ちょっと聞いてみましょう。こんにちは。こんにちは。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。それは誰ですか。この子はピースケです。ピース一緒に住んでるんですか。はい。私の家族です。家族で。鶏のピースケと住んでいるこちらの女性が今回の主人公、増田純さん、26歳。未来の自給自足生活を実践している変人類だ。早速増田さん自慢の押し入れを見せてもらうことに。あそこ物置です。あ、これか。それです。はー、こういうことですね。そういうことです。プランター、いや要はバルコニーとかでみんながプランターで育てたりするのを、はい、そうですあえてこの押し入れに入れて、定期的に水を与えながら LED ライトだけで育てているという。何を育ててるんですかね。今はですね、はい、バジルとか、バジルとか、これは空心菜ですね。あとイタリアンパセリとか。イタリアンパセリ、まあ、ちょっと安心しましたね。僕も部屋中は畑。はいはい、すいません、ま、もう朝です、もう朝です、大丈夫です。なんとなくその大丈夫です。すいません、ちょっと置いておいて、置きますか。置いてきます。はいはいはい、置きますか。すいません、ちょっとなんか。姿が見えなくなったから泣くんですね。しばらくすると諦めるんで。はいはい、ごめんなさい。最初に、はい、でも。ここで育てているのは葉物を中心とした野菜。1年半前から始めて以来、現在15種類もの野菜を栽培している。彼女はこれを押し入れ農園と呼ぶ。細かいことを聞きますけど、はい、虫とか、はい、来るでしょ。虫って言っても、うん、発生するのはコバエと、はい、あと葉っぱにつくアブラムシっていう虫ぐらいですかね、はいはい、なのでハイトリソウとか食虫植物って言って、あれをね1個置いとくとだいぶ減ります。大根とか、はい、トマト的なものとかキュウリとか、はい、あの手のものはなかなか難しい。そうなんですよ。やればそう、こういうレタスとかと比べて光の強さが何倍もいるんですよ、うん、なので電気代が何倍もかかっちゃうんで。そういうことか。これがその植物を育てるためのライトです。はいはいはい。ということは一日中この照明が太陽光線の代わりになって、光合成を。はい、その通りです。 LED は月いくらぐらいかかってる。1時間あたり、うん、まあ、2.5 円ぐらいです。1時間あたり 2.5 円。はい、1日10時間つけたら1日あたり25円。大根やきゅうりは割に合わない。ただ1日あたり25円、一月800円足らずの電気代でレタスが30個も収穫できるという。さらにこんなものも。お、もう海ぶどうや。ここでいっぱい飲みながらこう。国内では沖縄の海にしか育たないという海ぶどう。塩水と LED ライトだけで栽培に成功したというのだ。実はこの LED ライトに秘密があった。ちょっとこの機械がちょっと普通じゃないですね。あ、これはですね、はい、自給自足に必要な植物を育てる LED を製造
している現場です。増田さん、実は大阪大学工学部卒の理系女、植物に適した光を多く含んだ LED ライトをなんと自ら開発しているのだ。そうですね、私はもともと発明家になりたいなと思ってたんですけど、わかりやすい、物を作って世の中の役に立てたいなっていう、それでそんな自分はかっこいいなとか、大事なことだ、いけてるなと思ってたんですよ。何かを作って作ったもので世の中の役に立つような人になりたいと。そういうことです。世の中の役に立つことをしたい、それが増田さんが提案する自給自足システムだ。これもその一つ。これ何？タイです。タイも買ってんの？タイです。これもこれを大きくして食べるの？そうです。この魚、和名は泉鯛だが、一般的にティラピアと呼ばれる川魚、これを育てつつ野菜も作り自給自足するというのだ。魚のこの糞が入っている水が上に上がってきます。はい、でここに砂利があるんですけど、これは火山溶岩礫、穴がたくさん開いてて、その中にこの糞を肥料に変える微生物がたくさんいるんですね。それが養分に変えてるので、この子たちが育っている。そういうことです。これはですね、はい、ぬか漬け、ぬか漬けみたいでしょ。でもこれつけて、ゴミ、生ゴミなんですよ、家庭から出たゴミ虫っていう、ゴミ虫だましっていう虫がいるんですけども、この子がおるの、これ。そうなんですよ。それでこの生ゴミを使ってこの虫が生まれるんですけど、これを魚にやると魚が、一体食べた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 、魚のワームを食べて糞を出した糞が肥料になって、で野菜になって、それを私が食べてでこぼしたりとか余ったやつがここに行って、そしたらまた循環するんですよ。魚の糞が入った水を溶岩礫に吸わせることで肥料になる。この肥料で野菜が育ち、人間が食べる。食べ残った残飯をゴミ虫だましという虫が食べ成長する。そのゴミ虫だましが魚の餌になる。再現したのは食物連鎖のサイクル。地球そのものですね。だからこの家の中に、部屋の中に一つ地球を作っているというような感じです。それにしても増田さんはなぜ自給自足に興味を持つようになったのか。お金で買える社会っていうものに対する疑問があって、私そのもらったお金って本当に価値がある、もしかしたらそっちより野菜そのものの方が普遍的な価値があるんじゃないかということに気がついて。つまり増田さんはお金で食べ物を買う社会ではなく、自分の食べるものは自分で作る社会に変えたいと思っている。それを実現するため、増田さんは起業して水と LED ライトだけで野菜を育てる押し入れ農園をおよそ1年前から4万円ほどで販売をし始めた。要はそこでできた野菜を売るんじゃなくて、 そうです、そこで自分で作るということを売るってこと。そうです、野菜を売るんだったら、結局その、私はその要するに資本主義社会とは別の経済圏を作りたいっていうのが活動の主なんで、野菜を売るだけやったら結局お金で買わないといけないんで、世の中変わらないんですよ。じゃなくて生産手段を労働者が持つというところが革命的なんですよ。都会に住んでいても自宅で自給自足の生活ができる。新型コロナの影響で今注目が集まっているという。コロナになった今、はい、これどう思いますか。これやっぱ来るべき時代が来たんじゃないかと。コロナになったらお金で何かしら物が買えなくなったりとかするかもしれないって、みんな不安に思ってますよね。お金以外の手段でやっぱそう最低限生活に必要なものだけは最低限こう手に入れられるような社会だったらもっと安心なんじゃないかなと思いまして、うんうんうん、もうコロナバブルになるんじゃないですか。あ、そうなんですよ。だからなんか申し訳ないんですけど、コロナになってからお問い合わせがすごく、うん、自宅近くに押し入れ農園のモデルルームがあるというので見せてもらうことに。ここです。あ、すごい、手書きやん。押し入れ農園ってマジックで書いてあるね。そうです、マジックで書いてある。そのものやんか、これ押し入れ農園って。待って、押し入れ農園というこの部屋なの？
部屋。そうです。ここの中押し入れの大きさと同じものがあるんですよ。いやすごい多いよ。このショールームは子供が独立して使わなくなった4畳半の部屋を再現した。これがそのあの言うた子供部屋を、はい、例えばこういう風に、はい、あの改良できますよという。そうモデルルームです。水はあげないといけないよね。水はですね下のねここにお魚さんがいるんですよ。このここの水をまたあげてるのか。そうです。こうするとここにですね砂利が入ってて、はい、ろ過されてここで、はい、魚の糞が肥料になるんですよ。その肥料をこうやってすくってですね、はいはいはい、でこうあげてるんですよ。今年の秋には大阪や京都の一般家庭でこの押し入れの縁付きの部屋が実現する。もう最終的には、はい、イメージはもうあるんでしょ。こうありますね。あの大阪のね梅田の中崎町にですね、うん、こう7階建てぐらいのビルが建ってて、ビルが建つ、自社ビルが建ってる。そうです。地球ラボって書いてあって地下に LED 社員があって、うん、あって社員はみんな自給自足してて、みんなこう自然に囲まれて楽しそうに仕事するみたいな会社を作りたいんです。うそ。でもその時はピースケはどこにいんねん。ピースケは一番上の社長室です。